ちゃっ、こんにちは。豊さん、はい、本当に雨の季節になってきて、はい、まあ、梅雨時期なので雨の時期、ね、雨降り続いてますが、雨といえば雨やぎさん。そうです、雨やぎさんが一軍合流してきました、ね、待ってました、はい、帰ってきました。エースが帰ってきたというね、はい、で本来であれば、まあ、週末の甲子園での試合での登板だったんですけれども、まあ、雨で流れてしまったというところで、予定ではまたかよみたいな感じだよね。雨やぎさん、そうです、雨やぎさんに一軍に上がってくるとやっぱ雨がということで多くなるな。さすがですね。で DeNA との初戦で青柳投手投げるんじゃないかと、はい、一応そこで予想されています、うん、DeNA 戦です。さあ、まあでも左は並べてくるよなそうですね、まあ、関根、楠本、上里、はい、佐野、うん、まあ、左おるからな、結構森、はい戸柱、はい、バーッときますかね。バーッとくる。各球団そういうことをやりだしたよね。今そうです、ね、この前日本ハムのね、はい、鈴木が、はいはい、ペイペイで投げたんだけど、その時もソフトバンクっていうのは8人並べて、はい、最後回だけ右はで勝ちましたからね、ソフト。勝たない。あ、そうそう、ソフトバンクが勝ったんだけど、はい、うん、まあでも青柳もその DeNA 戦に投げるとすれば、はい、左を並べてくるっていうのはもう分かりきってることだから、はい、牧ぐらいしかいないんじゃない、4番に。ああ、右、うん、あ、まあ宮崎も外すと思うけどね。あ、そうなったら。そっか、まあ、体調的にも宮崎は、はい、じゃあ青柳の時はお前休んどけみたいな、うん、まあそれ休みをくれるんだからいいよね。そうですね。そしたらお前青柳さん大変だから。もういやいや本当ずーっと左が続いていくんですよね。だからまあおそらく各球団やるよ、はい、広島で投げてもオール左で来る可能性があるから、まあ、そうピッチャーどこだとか言ってたら、はい、本当に全員左で来る可能性があるから、はい、だから、まあ、そういう対策はね、はい、取られるわけだから、うん、ただ阪神側とすると青柳がダメだと思った瞬間にすぐ左に変えた方がいい。まあそうですね、ええ、みたいな俺たちまだ立ってませんみたいな青柳さんにみたいなだけど変えた方がいい。そうそうそう、それって一応岡田監督は、まあ、青柳投手を何回何失点でまで行ってくれれば、いやいや もちろんそのエース扱いだよね、はい、それは完投完封、うん、これを期待するだろうし、はい、まあでも久しぶりの登板って言えば、うん、6回7回ぐらいまでを、うん、まあ2点ぐらいに抑えてくれんかなっていう風な思いではいると思う、うん、なるほど。で、うん、あとは、まあ、中継ぎでポンポンと締めて最後ポンポンと締まればいいけどな。そうなんですよね。いいけど、まあ、そういうことだよ ね。ただやっぱり序盤で失点は結構取られてしまうとやっぱりまた厳しい、まあ、今回はやっぱ立ち上がりな、はい、リズムを作れないまま失点をして、うん、それがずっともう負けの原因になるというような試合ばっかりだったからさ、はい、そうなんです。まあおそらく立ち上がりにはものすごく神経質になると思うし、はい、難しい立ち上がりにはなると思うけども、まあ、そこを乗り越えればね、青柳っていうのはスイスイといけるようなピッチャーだから、はい、だからまあそういうふうに持っていけるかどうかだよね。そうですよね。でおそらくそのオールスターゲーム前までの DeNA 中日戦というふうに阪神は続いていくので、おそらく県前の最後の火曜日で1日だけ投げればいいということになりますよね。そうなると休園前、まあそうだな、うん、その間6連戦になるのかな DeNA から。あ、まあ、それによっては休みが入るんだったら最後にもう1回中後で青柳っていうこともあるよね。なるほど、まあ、休んでたから馬力まだ残ってるだろうし、はい、充電満タンだろうから、はい、だから、まあ、他のピッチャーっていうのはもう本当この時期に来て疲れが見えるよね、うん、はい、だからもう本当に6回投げる7回投げるしんどそうなんだけど、うん、青柳なんかはもうちょっと充電満タンで来てるから、はい、14日休み金曜日ということを考えると、はい、まあ中後で、うん、青柳の状態が良ければ最後、あ、17の月曜日の中日戦、うん、に持っていく可能性もあるよね。ああ、なるほどなるほど、うん、だってオールスター出ないわけだし、はい、投げて休むことができるしね。そうですよね、うん、なのでオールスターが19日の水曜日と20日の木曜日なので、18の火曜日が休みで、そうですね、14の金曜は休み、17の月曜が最後になるので中後でって。そうです、だから月曜日投げるんだよ。だから11の火曜投げて17の月曜日に投げて、うん、11、はい、12、13、14、15、16です。そうです、中後です。中後でしょ、はい、だから中後で行ってもらう、うん、っていうことはあるかもね。まあ投げてみて調子が悪かったら、うん、まあ、そういうことはさせないかもわかんないけども、ね、うん、
まあ、でもひとまずはその11日火曜日の試合ですよね。そうだ、これ青柳投手ファンからしても見るポイントとしてはまず一つは序盤、立ち上がりだよね、うん、それとはまあ左に対してやっぱりインサイドに行けなかったんだよね、うん、はい、点を取られてからだと開き直ってインサイドをバーンとつけるピッチングができたんだけど、もう最初からやっぱり行っといて落とすか、うん、落としていくかとか、うん、あとは高めの使い方だよね、うん、だからまあここら辺はちょっとやっぱこう意識してみたいけどね。そうですね、まあ、ファームでどういう調整をしてきたっていうところも見たいですし、はい、あと受けるキャッチャーはこれは梅野選手ですか。まあ誰でもいいんじゃないの。いや違う、誰でもいいんじゃないのっていうか、はい、そうじゃなくてもう本人がどうなのかだからさ、受けるキャッチャーっていうことに左右されてるようじゃダメだしね、うん、だからまあコンビネーションももちろんあるとは思うけど、とにかくキャッチャーの指示通りに投げるんじゃなくて自分が納得してるボールを最初は投げていくだろうからね、久しぶりの登板で、うん、投げたボールに対してやっぱ責任が取れるぐらいのボールがいくかいかないかだよね、うん、あとはこの日甲子園ではなくて倉敷地方球場っていうのもあるんです、はい、そういうところも何かあるんですか、いつも使ってるマウンドではないところで投げるっていうところ、うん、お金出して倉敷まで行って、はい、投げてきたらしい。本当ですか。そうだよ、それは分かんないけどプロでもやるの分かんないけど、はい、やっぱそのぐらいのことをやってもいいと思うけどな、マウンドになれるとか。そうですよね、まあ、アジャストはするけどね、プロのピッチャーぐらいだったら、うん、もうだいぶ使ってるでしょ倉敷だったら、まあ、ファイシンだね、おそらく、はい、まあ、星野さんがやってる時、まあ、青柳いないか、いないですね、いないですね、だからまあそういうマウンド状態とかね、はい、まあそういうことはまあアジャストしていくとして、はい、立ち上がりだな、立ち上がりスッといければ、うん、なんとなくいけそうな気がするし、やっぱ青柳が勝っていってくれないとさ、はい、どうしても苦しいよね阪神もね。そうですね、うん、だって阪神今年強いぞって、みんなが強い、でもそれは一人のピッチャーとして青柳もいるわけだからね、はい、これが腹からいないっていうとさ、優勝どうしようかなって青柳ないしなって考えるだけのピッチャーだからさ、はい、でもやっぱ勝ってくれないと、ね、優勝には導けないということだよね。そうですよね、やっぱりあのここに来て本当にあの出だし春先頑張ってたピッチャーたちが疲れが出てきているので、こういうところで青柳投手がね、まあそうだな、エースだからな、うん、だからまあそこら辺はやっぱ、まあ、本人も自覚あるだろうし、はい、いやもうチームが必死に頑張ってる時に、まあ、申し訳ないっていうね、はい、そういう気持ちは多分持ってるはずだから、うん、まあ、やってくれるでしょ。そうですね、で一応今の天気予報だと どうやら晴れっぽいんですよ。分からんなこれは。そうですね、青柳さんなんでちょっとそこら辺は分からないけど、ただ地方球場っていうのはなかなか中止しない。ああ、お客さんがその時しか見られないからってことですか。まあそれもあるし、興行を売ってるから。ああ、そういうことか。絶対中止しちゃダメですよ。多少の雨だったらやるやる、やりますね、青柳さんですね。まあ条件の悪いところで、まあ投げるっていうのは慣れてるだろうけど、はい、足なんかつるつる滑りながら投げてるからね青柳は。そうですよね。ね、豊さん、やっぱりさっき、はい、ベテランだったりエースが数に入ってこないとやっぱり優勝っていうのは厳しくなると話してましたけれども、やっぱりその意味では青柳投手ももちろんなんですけど、西勇輝投手が6月良かったんですけれども、前回登板で打ち込まれて防御率が一気にドンと跳ね上がったと2桁に、やっぱ西勇輝投手もやっぱりこう青柳投手と並んでこう支えていかなきゃいけないっていう。いや、それはもちろんそうだよな、うん、優勝するために FA を持ってて残ったっていうね、はい、そうだというふうに考えると、はい、ご勝負合いじゃ物足りないしね、はい、で援護点ももらってんだよね西は。そうですね、だからそれを守りきれないとかさ、はい、大きな失点してしまうとかさ、はい、まあ西らしくはないよね。そうですね、まあ、コントロールがやっぱ甘いよね。あの6月に関しては3勝0敗、まあ、交流戦もあったというところもあるんですけれども、はい、ただ7月に入ってからが0勝1敗で防御率その 18.00 なので、はい、やっぱりこの辺りが、はい、うーん、どういう形でコンディショニングとか来てるのかなっていう。そうだな、また甲子園って暑いからね。そうなんですね、7月が一番風が吹きてるな浜風、はい、8月からはね、旅に出るので結構楽だったりすると思うんですけど、7月がやっぱり炎天下の中っていう。
まあ、そうだな、はい、やっぱり勝っていくっていうのはそれなりのリスクを伴いながら勝っていくから、視野寄せっていうのは絶対どっかに来るはずなんだよね、うん、だからまあこれはやっぱこう調子の波、まあ、人の波、こういうねあるように、はい、まあ、絶対チームにも波があるよ、うんうん、でも全体的にやっぱり良かったから全体的に下がるという、まあ、必ず来ますね、まあ、これはもうしょうがないね。だからそこに怪我人が、近本が出たとか、うん、怪我人を出さないようにしょうがないとさ、計算が狂ってくる。じゃあその西勇輝投手が前回登板で 18.00 の防御率になった、これは怪我ではないのでそこまですごく重要視してこうことではない、大丈夫そう。ああ、西な、はい、ただ物足りないよね。やっぱ勝ち星先行して5試合投げたら3試合は勝ってくれるという、はい、まあ、そのぐらいのペースでいってくれないとね、はい、全部勝てとは言わないけど5分の3は勝ってくれないとさ、うん、ちょっと計算が狂ってくるよね。五分五分じゃあさ、そうですよね、うん、あとやっぱちょっと大量失点したっていうところで疲れなのか何か。そうだね、うん、まあ、本来なら球数少なく完投して、うん、俺の時はもうリリーフ陣休んでていいからみたいな、うん、そのぐらいであってほしいよね、はい、そのぐらいのピッチャーだよね。そうですよね、うん、まあ青柳も含めてね。なのでまあ阪神といえばその青柳投手、西勇輝投手が両エースがこう引っ張っていくっていうところで若手ピッチャーついてくるっていうのがね一番いいんでしょうけど、若手とな入れ替わっちゃって、いやもうあの他から来たピッチャーが頑張ってるからな。そうなんですよ、大竹投手であったりとか、まあ、村上投手とか、まあ、ちょっとここに来てね疲れも出てきているのもありますけど、チームが一番苦しい状況の中でベテランっていうところが頑張ってくれると、まあ、頼りにしてしまうよね、はい、だからその期待に応えないとね。そうですね、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。